こんにちは、ペガちゃんです。稲妻リボンゴスタリカーズ2013やっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回は試合で、対戦相手なんですけれども、今回は久々の大金田でございます。やっていきましょう。さあ始めましょう。さあ始めましょう。はい、ということでフォーメーションこんな感じでやっていきたいと思います。今回なんですけれども、未来でアフロディと親交のあるキャラが助っ人に加わったゼウスならオーガに勝てる説。劇場版オーガ襲来でゼウスはオーガに対して36対0で敗れるという、非常に悲惨な負け方をしたわけでございます。もう36対0ってことはとんでもないチーム力に差があるということなんですよね。で、劇場版オーガ襲来は、ライモンとオーガがフットボールフロンティアの決勝で戦うんですけど、ライモン側にカノが未来から連れてきた助っ人が加入するわけですよ。で、その助っ人たちは、未来で遠藤たちと親交のあったキャラクターたちということなんですね。じゃあ今回の企画はこれをゼウスに当てはめてみようということで、今回はゼウス対オーガで未来でアフロディと親交のあるキャラクターたち、これを助っ人に入れたもうネオゼウスを結成してですね、オーガを倒そうと、そういう企画でございます。ということで、親交のあるキャラクターたち、ファイヤードラゴンのチームメイトであるチェチャンス、スズのナグモ、そしてゴーの木戸川青春でアフロディの教え子だったソウスケ、岸辺、ヨシヒコ、この6人が、助っ人に加わって、オーガを倒していこうと、そういう感じでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、オーガスタジオです。試合開始だ。試合開始だ。さあ、ということでやっていきましょう。よろしくお願いいたします。ということで、助っ人たちもね、ゼウスのユニフォームを着てるという、いや、いいですね。でもなんか助っ人が着るような、なんか誰でも似合うユニフォームではないですよね、あのライモンのユニフォームみたいに。なのでちょっと多少似合わないキャラクターもいるかもしれませんが、さあ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 、これは、はい、白い仮面をつけてる、もうラファエルですね。はい、ということで、まずオープニングシュートどうしようか。お、まずはね、合体技じゃなくて個人技でいきたいと思います。いきます。さあ、ノーザンインパクトどうでしょうか。いやー、今回やっぱこのザゴメルを破れるかどうか、これに結構かかってると思います。さあ、これミストレーネが、はい、非常に危険な技でございますけれども、さあさあ、これはちょっと待って、止めろ。パワーチャージ、結構ファールスレスレな技な気がしますけれども、さあ、これ OKOK、いいぞ。そしてオープニングシュート、これね、突破したいな。 OK、 ナイス。いい飛び技です、上り竜。そして、今溜まってたのにパス出した瞬間にゲージが消えた、欠陥です。はい、これは欠陥ですね。これもいけ、これいけ、ちょっと一瞬固まりましたね。オッケーオッケー、よしよし、うるさいな、にゃおにゃおを言うてますけれども、さあ、これいきましょうか。アトミックフレアを打ち込みます。ダン、いいですね、アトミックフレア。またこれは決まんないんですよ。はい、アテクラ、そう、本当にね、ザゴベルが本当に強力なんですよね。あ、チャンスもちょっと打っときましょうか。一応この後ね、はい、なぜアニメに出なかったのかわからないぐらいかっこいい技、エレキトラップ。そして、ゴーのね、キャラクターたちもこれ抱えてもらいましょう。オッケーオッケーオッケー、いいですね、いいディフェンスから。これはただいないな、いないな、打てそうなのが誰もいません。さあ、これヒーロータイム来ましたね。これね、ドリブルさんないか、危ない、これはエスカバが抜け出してしまった、まずい。これはこ
これはちょっと大ピンチ。ギガントオール、うわあ、やべえ、これはやばいよ。先制点が決まった。うわあ、ディフェンダーが奪われてゴールキーパーと1対1って、なんか実際のサッカーでもよくあるシーンですけれども、でもちょっと5のキャラクターたちもこれ頑張っていただかないといけないということで、さあこれソウスケが食べて、はい、あの岸和田です。はい、化身もありです。はい、あーだから化身も止める、まあ離れてたのはちょっとあるかもしれないけど、もう化身も止めるこの強キャラのザゴメルでございますけれども、さあただしかしながら OK、 ここちょっとね、逃げて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 行こうか。1、これね合体技なかったっけ、いきます、この3人で打ちます。あ、いいね、これ。オンチと打つ。トライアングル、ダブル Z。激発。うわー、ただ、これもザゴメル止める。強くないか。なんかいつもこれだよね。いつもザゴメルが無双して負けるっていう。ちょっとね、ザゴメルの無双はもうみんな見飽きたと思うので、そろそろ、あれですか。点取りましょうか。これブロック、ナイス。さあこれ、おっと、スズノは、あーマジか。いやーちょっとね、ガゼルはね属性勝ってるので、ガゼルのやっぱ中心で攻めていく必要があると思うんですけど、ファイアーブリザードじゃないときついなこれ。あ、ファール。わあ、このファール地味に痛えな。これ多分時間なくなるだろうな。そうだよね。いやー、0対1。苦しいスタートになってしまいました。なんか、でもこっちの方がなんかね、あれだよね。リードされてる方がさ、おもろいやん。おもろかったら何でもええやん。さあ、後半でございます。よろしくお願いします。まあそうだよね。でもね、ガゼルとバーンの位置が結構離れちゃってるので、そこですよね。オッケーオッケー、いいよ。あーまずい。オッケーオッケー、よしよし。ファイアーブリザードならワンチャンあると思うんだ。オッケーオッケー、今です。グラビテーション来るなこれ。オッケーオッケー、よしよしよし、かわして、ちょっともうちょっと近づいて、もう行こうか。さあファイアーブリザード、離れてるけどどうだ。わあ強い。あー、これ近づかんとダメかなこれ。うわーマジか。オッケー、よし。ただアフロディ取って、こっち待って、アフロディはゲージを貯めておきたい。なのでドリブルさんねえか。いやこれはね、ちょっと待って、まだ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 。オッケーオッケー、よしよしよし。オッケーで、こちらもヒーロータイム。ちょっとアフロディ、あの技をいきましょうか。やっぱ助っ人との合体技も激アツじゃない。さあこれ3人集まってカオスブレイク。あのライモンでいうプライムレジェンド枠、これこれは決まってくれ。おっしゃー、激アツ。僕に見とれてしまったのかい。もうまさに主人公と助っ人、もうストーリーが激アツすぎない、これ。さあどう攻めるのか。いやただまずい、これで、あのまずい、これまずい、ロングシュートまずい。止めたれ、オッケー、ナイスブロック。さばけさばけ、これでギガントオールは大丈夫なはずだ。オーケー、今ブロック入ったおかげで
なんとかなったのかな。岸辺ですね、これ。岸辺も技持ってるんですよ。決心技。かっけ技だ。そしてまあバーンはちょっと属性負けてるんで、これガゼルで、ガゼル起点でファイアブリザード、やっぱ近くで打つとワンチャンあると思うんだよな。いや、ただもうこれ一回やってみよう。いや、オッケー、これちょっと今ですが邪魔だな。今です、グラビティションが邪魔だな。オッケーオッケー、いや、オッケーオッケー、これオッケー、これいけいけ、ヒーロータイムで。うわパトラやられた。ただ来い来い、バン来い、バン来い、バン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 、ビッグバン、オッケー。さあ頼むぞ。あ、ちょやっぱりカオスブレイクじゃないとダメか、これ。いや、これはちょっと、もうあれじゃないですか、やっぱもう主人公アフロディで決めちゃうしかないんじゃないですか。オーケー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 、来い来い来い、いけ、頼む。カノンのカオスブレイク。よっしゃ、強い、さすがカオスブレイク。美しいシュートだ。美しいよこれ、マジで美しい。よしよしよし、勝ち越した。さすがネオゼウス。ただ要注意ですよこれ、王がね、ワンチャンこれね、あのね、バダップも危ない。バダップも危ない。これまずい。ちょっと待って。こっち待って。ブロック、ブロック、ブロック、ブロック。まずい、これ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 まずい、ブロック。あー、まずい、これ、危ない。離れてるからなんとかなると信じたい。離れてるからなんとかなると信じたい。宿れ。オーケー、ナイス、ポセイドン。これ激アツです。ただもう TV の55、あと1回打たれると厳しいですね、これは。まずい、これまずいよ。しっかりとこうディフェンダーに重ならせて、オッケーオッケー、ナイスです。1点守りきろう、頑張って守りきろう。ブボボボボ言うてます、ブボボボボ言うてる。まずいミストレイも来る、これ。ブロックブロック、ナイスナイス、オッケーオッケー、これ技使わせること大事。ジャッジする2、いいよ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 、いいディフェンスいいディフェンスいいディフェンス。あー、まずい、こっちはヒーロータイムか。まずいです、これは。あー、入んなかった。オッケーオッケー、間もなく間もなく間もなく切れる。さあとどめを、とどめを、これはソウスケ、ソウスケ頼むぞ。いや、これ3でいるな。オッケーオッケー、かわしたかわしたかわした、よし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 、来い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 。ちょ待って、いやマジか、ちゃんと行きたい、ちゃんと行きたい、来い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 、行きます。時間稼ぎにもいい、いいよ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 。まあ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 いいでしょう、これはかなりの時間消費になって試合終了。見事な勝利です。両者ともに気力を、めっちゃいい試合じゃない、これ。めっちゃいい試合じゃなかった、今日前半失点して後半カオスブレイクで2点取って逆転って、山尻神試合ということで、ちょっと告知なんですけど、稲妻イレブンの公式大会ビクトリーロードトーナメントベータ、本日より4日間にわたってオンライン地区大会が開催されます。で、全ての日に私デレペが解説として出演しますので、ぜひよろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。またの